手首が柔らかい。しかし、竹刀は握ってるの。支えてるの。保持してる。離してはいない。竹刀は握ってる。保持してる。支えてる。だから、この手首が柔らかくないとダメ。竹刀は握っている、保持している、支えているけれども、この手首が柔らかいということが大事。左手も同じ。左手も柔らかい。ね、こう。ここへ来ても、こう。ここへ来ても、こう。というように、非常に柔らかさが大事。竹刀を強く握っていると、それはできない。柔らかく握っていることが大事。こういうふうに、タイヤが回るごとく、車のごとく、タイヤが回る、タイヤを振りながら、車のごとく、あるいは水車、水車してるか、水車してるか、水車のごとく、柔らかく回る、というのは、A のごとくできることが大事です。いいですね。そうすると、うまくいくようになります。そうすると、まず、面ですね、面。面です。面ここでも柔らかい。ですね、こう構えます。それで、面ね。どうね、さあ。どうで、面で、どう？どう？月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 ？何でもできる。足はどっちでもこうできるようにしないといけない。固定概念があるといけない。これはダメだ。これはダメだ。ではいい。これもよい。これもよい。これもよい。これやってもいいよ。というようにして、足の動かし方も自分で研究しながら、工夫しながら対応する。いいですね。面、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 どう、面、どう、固定、面、固定、固定、固定。それから、どう、面、どう、面、月、面、月、面、やってみよう。